晩州干潟は、千葉県木更津市の帯津川川口から、東京湾に広がる干潟、番津干潟とも表記する。国内最大級の干潟であり、日本の重要湿地500指定地に含まれる、アクアブリッジ周辺に広がる、晩州干潟最大1443ヘクタールに、及ぶ東京湾に現存する広大な干潟である。帯津川川口付近の足原から、 東京湾にかけ干潮時に露出する広大な遠征湿地を指す。南北に走る浜包みを境に西側を砂定室の前浜干潟、東側を泥定室の後浜干潟に分けられる。千葉港湾区域の端から牛込漁港、金田笹波公園、新町センタメ、金田漁港中島地区、東京湾、アクアライン、金田漁港ウリグラ地区、アゼド漁港、 竜宮城スパホテル三日月、浸透実験地、帯津川、江川海岸、木更津中ン地、中野島公園、木更津港湾区域まで広がる、後浜日潟にある浸透実験地をもとに、作成、1979年度撮影、日潟特有の高い生物生産能力を背景に、多様な、特に環境省のレッドリストにて、絶滅危惧アイビーに指定されている。 東京湾固有種の黄色細ゴミ虫は本湿地のみに生息する種である。また、東京湾では唯一の天物群生が残っている。かつて新日本製鉄の製鉄事業のため帯津川の流水を冷却水として用いる試みがあったが、塩分濃度の高さのため断念した。その際に建造された施設が浸透実験地として現存しており、現在は川を。 はじめ数種の野鳥の映像地となっている。江川海岸あさりやバカガイ漁のほか、海苔養殖が盛ん。近年、希少種となっている、浅草海苔を養殖する試みが行われている。看板の差を利用したすだれ立て漁法等も一部で行われている。ハマグリやバカガイが多く生息するため、シーズンの春から夏頃にかけて、牛込漁港、木更津海岸、江川海岸、久妻海岸、 金田海岸などの潮光場において潮光が盛んである。特にゴールデンウィーク頃の風物詩の一つとしてゴールデンウィーク期間中のみでも年間約10万人の来場者数が日型の潮光場に集まる。ありがとうございます。